こんにちは、Gです。今回は音声録音の話です。録音の方法はいろいろとあるんですが、ラズパイだとちゃんと編集できるのはオーダーシティしかない。オーダーシティは波形編集ソフトの定番で、ほとんどのプラットフォームで動作します。高機能なんですが、ちょっとわかりにくいかな？今回は動画作成の音声録音を目的とした録音・編集の基本機能をご紹介します。まずはオーダーシティのインストールからです。ラズベリーパイ OS の場合はターミナルを使います。画面のようにタイプしてインストールします。Ubuntu Mateではソフトウェアブティックでオーダーシティを検索してインストール。マンジャロの場合はソフトウェアの追加でオーダーシティを検索してインストールします。話が変わりますが、最近 Ubuntu Mate おかしくないですか？6月初め頃からアップデートで接続エラーが多くなってきました。4月末に Ubuntu Mate 21.04 が公開され、4ヶ月経ったんだけど、ARM 版はまだ未公開。このところ起動がとろくなってきたし、ちょっと不満というか不安を感じています。そうそう、オーダーシティの話でしたね。オーダーシティの初期画面はこんな感じ。サウンドファイルをドラッグしてみましょう。波形が表示されますが、これがオーディオトラックです。このファイルはステレオ音源なので、ステレオトラックになっています。ズームアイコンやキーボードショートカットで波形を拡大縮小できます。また、オーディオトラックはいくつでも追加できます。左上のソロボタンのクリックでトラックごとに再生のオンオフができます。操作アイコンではアイビームアイコンが選択されており、これは範囲選択するモードです。選択部の削除、コピーなどの波形操作が行えます。隣のエンベロープアイコンを選んでください。エンベロープアイコンはレベル調整のためのものです。ちょっとやってみましょう。全体の音量の調整だけでなく、クリックすると部分的にレベル調整できます。最初のクリックでは全体のレベル調整なんですが、2回目のクリック以降ではクリック1のレベル調整になります。複数回のクリックで変化のあるレベル調整が自在です。波形編集は文字編集と同じです。例えば部分を切り取って他のトラックに貼ってみます。範囲選択してカットします。トラックメニューでステレオトラックを追加してそこにペーストして位置変更アイコンをクリックして好きな場所に移動。ソロボタンのクリックでトラックごとにオンオフができます。再生してみましょう。以上で基本的な操作のイメージはつかめたんじゃないでしょうか。他の各機能についてはマニュアルを参照しながらお試しください。では音声録音に話を戻します。マイクをお持ちの場合とスマホを使う方法の2つをご紹介します。マイクを使う場合、 USB 接続のコンデンサーマイクならラズパイに直結して録音できます。私のは安物ですが、ファイファインの7000円程度のものを使用しています。画面の URL の製品です。
はじめにマイクアイコンで入力をコンデンサーマイクに切り替えます。中央上のマイクアイコンでモニターできますので、試しながら入力レベルがマイナス 6dB 近辺となるようレベルやマイクまでの距離を調整します。それ以上だとバーグラフが黄色や赤色になります。準備はこれだけです。録音時間が長いと編集が大変なので、動画用の場合分節ごとに録音するのが便利です。録音したものを聞いてみましょう。濡れ手で泡、棚からぼた餅、家宝は寝て待て。単一指向性マイクでも周囲の音、例えばエアコン、サーキュレーター、近隣の車など周辺ノイズが一緒に録音されます。なので基本処理としてノイズ低減とコンプレッション処理が最低限必要です。ノイズ低減とは言葉通りで分かりやすいと思いますが、コンプレッション処理とは小さい音はゲインを上げて、大きい音はゲインを下げる、いわば平滑化に近い処理で聞きやすい音にする処理です。まずはノイズ低減です。ノイズの特徴は録音時の環境で変わりますから、サンプリングしてノイズを削除します。言葉では分かりにくいので実際にやりながら解説します。録音された音源を聞いてみます。声のない部分はノイズだけですよね。その部分をサンプル音源と見立てて適当に選択します。こんな感じ。続いてエフェクトメニューからノイズの削除を選びます。ウィンドウ上にノイズプロファイルの取得というボタンがありますので、これをクリック。これで選択した音をノイズのサンプル音源として指定したことになります。続いて音源全体を選択してから、もう一度エフェクトメニューからノイズの除去を選び、 OK ボタンをクリック。これでサンプル音源要素が全体から間引かれてノイズ低減されます。なおノイズプロファイルは毎回取得する必要はありません。次はコンプレッション処理です。コンプレッション処理にはエフェクトメニューからコンプレッサーを選びます。操作は簡単なんですが、うまく処理するには相当な熟練を要します。元来聞きやすい音源にするためなんですが、パラメーター移管で逆の結果になることも普通にあります。なのでここではこんな感じですよという程度の紹介にとどめます。プレビューボタンで音の変化を確認しながら設定を変えてみます。私の場合は Final Cut Pro 内のコンプレッサーを使用していて、 Audacity ではこの処理はしていません。次にこのままだとモノラル音源なのでステレオに変換します。はじめに全選択してコピーします。トラックメニューの新しく追加からモノラルトラックを追加を選び、トラックを追加します。続いてペーストします。これで2トラックになりましたが、まだステレオトラックではありません。トラックの左側のスライダーでトラックを左右の音源に割り振ります。次に上のトラックの三角アイコンをクリックしてステレオトラックの作成を選びます。これでステレオトラックを持つ一つのサウンドデータになります。不要な部分を削除して保存するんですが、 Audacity の標準フォーマットは互換性がないので、ファイルメニューの書き出しからフォーマットを選んで保存します。これ結構面倒なので、環境設定でキーショートカットを割り当てると便利です。今度は iPhone での録音です。アプリは何でもいいんですが、ここでは iPhone のボイスメモアップで録音します。録音された音声ファイルをラズベリーパイに移行できれば Audacity で編集できますよね。今回は AirDrop 風ウェブサービスでコピーする方法をご紹介します。
まずボイスメモで録音して、左下の3ドットアイコンをタップしてファイルに保存を選びます。この時保存先がわかるようページーズかナンバーズのフォルダーに保存してください。次にラズパイ側でブラウザーを起動して画面の URL を表示します。初期状態では自分のアイコンのみ表示されています。画面右上のプラスアイコンをクリックすると QR コードが表示されるので iPhone のカメラで読み取り URL にジャンプします。 iPhone 側で相手アイコンをタップしてブラウズを選びます。コピーするファイルを選んでコピーボタンをクリック。ラズパイ側で確認画面が表示されるので保存を選ぶとダウンロードフォルダー内にコピーされます。あとはオーダーシティにドラッグして編集できます。オーダーシティはオープンソースで長く定番ソフトとして広く普及しています。ただ多機能な分ちょっと面倒なんですよね。それで私、録音にオーダーシティは使ってないんですよ。オーセンオーディオというオープンソースソフトを常用しています。このソフトはオーダーシティのエンジンを使ってるんですが、機能を絞っていて使いやすい。Mac、Win、Linux で動作しますが、ARM 版がないのでラズパイでは利用できません。ご興味があれば画面の URL でダウンロードできます。ご覧いただきありがとうございました。8歳の孫がいるんですが、彼女ができたそうです。どうやってできたか聞いたら、手紙をもらったと見せてくれました。紙切れの表にはプロポーズノートとあり、裏面には大好き、付き合ってくださいと書かれていました。それでどう返事したんだと聞くと、あんまりないことだからいいよと返したとのこと。孫の冷静さにちょっと感動。彼らの進捗はまたの機会に。ではまた次回。